はいどうもー、アニモです。やっとね、トイプーちゃんの顔が決まりました。SNS で昨日にほんまは出すわって言ってたのがね、ちょっと一日遅れて考えた結果、この顔に落ち着きました。これでいかがでしょうか。で、昨日編んでたやつ動画撮ってって言って全部ね、ほとんど仕上がりまで来てたんですけどね。この子たちがちょっとね、あまりにどれを作ってもおブスやったんですよ。この辺なんかもうラブラドールかゴールデンかみたいな顔になっちゃってるもんね。この辺なんかもう犬みたいな顔やもんね。これがちょっとトイプーに近いんちゃうかって SNS でも言ってもらったんですけど、目がちょっとなんぼなんでも大きすぎてね、このぐらいに今落ち着きました。で、この子ね、この子の顔、ちょっと待って、耳、まだあれなんやけど、耳ちょっと後で説明するね。うちのね、いとこちゃんが飼うてるゾーイくん、モデルにさせてもらいました。いきます。じゃーらん。はい、いかがでしょうか。ゾーイくんモデルで作ってます。でね、耳なんですけど、結構ね、アニモはもうこれを、アニモでピンチって一筆編みっていうのにこだわってやってるから、もうどう考えてもこれぐらいが、限界やったんです。ほんまやったら、こだわる人やったらね、一筆編みにこだわりませんって言うんやったら、こうやってね、もう何センチでもいいから、この糸ね、これの糸を、セリエさんのニューエンジェルコットンですね。この糸を何本かね、ちょっと長めに切っておくんですよ。これでね、確か5本やったと思います。で、この糸ってよく見たら1本がね、4本取りで、4本を寄って作ってあるんですね。こうやってほら。ね。で、これをまず4本にこうほぐして、ほんでその上でまだ、細い針とかでね、ほんとやったら、ワンちゃん研いだりとかする、あれがあったらいいんやけどね、スリッカーブラシとかがあればいいんやけど、ない人やったらもうね、こういう待ち針とかを結構束で持って、指ささんようにね、どっかに置いて、こうほぐしてあげる。で、毛先の方からほぐした方がいいです。この辺から行くとブチブチって切れたりするから、毛先の方から針を束で持って、ガガガガとこうね、ちょっとずつほぐしていくと、これよりもうちょっとふわふわになります。で、それができたら、真ん中をね、糸で、この糸やったらちょっと太すぎるから、縫い糸みたいなやつで、真ん中をぐるぐるぐるっと結構きつめにぐっと縛ります。で、もうその糸はまあ根元で切っといて、ほんでこの糸で、こう、半分にしたとこに巻きつけてくくって、ね。んで、こうやってね、ここにこうつけてあげるんです。ま、これ糸は、これまだほぐしてないんですよ。4本取りをばらしたところ。これをもっともっとほぐすと、こういうちょっと、もうちょっとほぐせるけどね、ファーファーした感じになります。で、こうやってなったやつを糸で束ねて、で、心配やったらそこちょっとだけボンドで留めといてね。ほいで、こうやって普通の糸でくくって、耳の絵かなというところにこう、通してつけてあげる。裏でくくってあげたらいいと思います。こういう耳も、トイプーっぽくて、もっと糸増やせばもっとふわふわやからね、可愛くなると思います。それから、これはちょっと糸ほぐしたりするのがめんどくさいわっていう人ね。そういう人やったら、あら、この糸か、前か。そういう人やったら、こう指にね、何回かくる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 っと巻いて、もうこの輪っかが大きかったり小さかったりとかはもうどんなぐらいでもいいです。ほいで、この糸と、この終わりの糸をここでくくって、んで、このもじゃもじゃをつけてあげる。これが一番簡単やと思います。このもじゃもじゃをこうやってつけてあげるね。もっといっぱい輪っかしてもいいし。うん。こんな感じでトイプーができると思います。ただ、今回は一筆編みにこだわっていくので、こんなお耳でね、一筆でやっていきたいと思います。はい、じゃあまず用意するものですね。用意するものはいつも紹介し忘れるこの手芸綿ね。100均で売ってます。どんなんでもいいから手芸綿をちょっとだけと、綿詰めるの苦手やねっていう人はこういう先の丸いピンセットがあるとね、綿詰めやすいです。なくても指とかね、かぎ針で入れるから大丈夫。それから、とりあえずね、一応用意したけど、なくてもいいものもあります。で、この辺はなくてもいいものです。これいつも使ってるセリアさんの犬鼻四角形。今回は、このベージュちゃんの色で、鼻をこれはね、茶色にしてたけど、今回は黒で作っていってみようかなと思います。で、これがなかったら、もう、そんなもん黒い糸とか茶色い糸でチチチチとステッチするだけでいいんです。ね。で、目はね、これが、キャンドゥさんの6mmのやつになってます。で、これはね、縫い付けタイプやから、結構縫い付けタイプの方が便利やったりするんですよ。こう目の位置をね、ぐっと寄せてあげたりとかすると、ちょっと表情が変わったりするから、縫い付けタイプのね、アニモ的には5ミリがあればいいんじゃないかと思って、これ手芸屋さんで5ミリのやつなんですけど、あのね、これは、こっちか。こっちが5ミリのやつです。ただ、もう刺してボンドで留めるだけやから、こう寄せることはできません。それから、最初にこの顔と同じ色の糸で裏側でこう寄せててもいいんやけど、まあこれ寄せてないけど刺すだけでもどっちでもいいです。ただ、この縫い付けタイプがあると便利で、このね、6ミリを使ったのがこの子なんです。だからこんなね、キラキラお目目みたいなグリグリお目目が作りたかったら6ミリでも全然大丈夫。で、この子の場合は縫い付けやからちょっとこう寄せれてるんですよ。こう裏で縫い付けるときにこの子とこの子をぐっと寄せて。そうすることによって、こうちょっと童顔になって可愛い。ちょっとテディっぽくなるから。うん。なので、好きなやつを用意してください。で、それから、もし目もないんじゃっていう人はね、黒い糸持ってきて玉結びしたらええと思います。ね。2、3回の玉結びをグッとしたら目になるし、もうなんやったら横線の棒の目でもええんちゃいますかね。もうね、こんなん線横ピーっと縦チッチッとやるだけのね、あれでもいいです。で、今日ちょっとこの全身のやつに質問が来てたんやけど、これ今までのやつと顔の目数とか一緒ですかって言って来てたんですけど、顔の目数は全部一緒です。もうね、どの子を作るにしても、どの子の顔を作っても、あと一番最後って全部同じしまい方になってるので、そこから体をつけることができます。そしたら、まず、今日はこのカラー、セリエさんのニューエンジェルコットン。これのカラーナンバー10番の色ですね。これを使っていきます。で、この子の場合は、同じセリエさんのこの糸のカラーナンバー14番を使いました。ね。で、好きな色を用意してください。で、あとはもうね、これは刺繍糸とか何の糸でもいいです。黒いので、お口入れる人はお口。で、目のところを寄せるのもね、黒い糸でぐっと寄せてもらっても大丈夫。これはセリエさんのニューエンジェルコットンの5番。ちょっとね、チョコちゃん大丈夫？ちょっとワンちゃんがね、季節の変わり目で調子悪くて真横におるんです。はい。と、これがトロピカルコットン。これはね、ほっぺたの刺繍するだけ。カラーナンバー12番ですね。で、ほっぺたの刺繍がいらん人はもうこんなんも用意せんでええし、刺繍糸でもいいし、いう感じです。で、この子たちのね、服だけちょっと、可愛い色なんですよ、これね。うん。で、この服の、色ですね。これはセリアさんのミルフィムソックヤーン使ってます。ちょっとね、今度のチャリティーイベント用に、クリチャリ用にちょっと編み刺しなんですけど、これは、カラーナンバー、これも12番ですね。これは、細いから、これの時は5号針の3ミリで編んでます。で、あと、このね、デニム風のここ可愛いんですよ。これね、デニムカラーになってて、で、スカートもね、ほら、パグゾーくんの、ヨッパグGのね、腹巻きバージョンをちょっと裾を広げてスカートに仕立てました。これまたね、いずれちょっと、もうちょっと説明が少ないこの時に、紹介できたらなと思ってます。これだからね、着脱可能なんですよ。シュ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 。チャラリン。ね。そのためにちょっと尻尾が見えなあかんやろ思って、尻尾ちょっと下の方につけてます。で、これがちょっと伸び縮みするから、よいしょ。こんな感じでね。めくれてる。ね。こんな感じで、はい。履かせることができます。うん。それから、このデニムのカラーですね。これもセリアさんの糸なんですけど、ヴィンテージっていう糸です。これも何色かね、グレーとかもあるし、いろいろ色あります。カラーナンバー5番のやつを使いました。これも、糸が細いから、これも5号針で編みました。この辺ね、お好みで、一応ほら、後で何色使ったんっていう質問が来る前に言うときました。それから、断面リングが必要な人はね、自主的に用意してください。それといつも通りね、糸切るハサミ、とじ針、ヤーンスレダーがあったら便利。で、それから、今日のやつはね、お顔だけしか編んでいかないので、ニューエンジェルコットンを使うときは4号針がいいと思います。4号針の 2.5 ミリで今日は編んでいきます。はい、じゃあ編んでいくんですけど、まず、後頭部とかはいつもと一緒です。だから、そのいつもと一緒になるところの手前のところまでしか説明しません。わからない人は、この説明欄の題名のね、横にピコッとあるとこを押したら説明欄がダーッと出てきます。そこの、一番最初に編んでる顔の基本とかね、あの辺から見てきても、耳の後ろの段、その段の次の段からも全部一緒です。減らしていくところね。なので、それを見て基本形で編んできてもらったら大丈夫です。で、体もね、今日は編みませんからね。さっきピコッとちょっと出したけど、足は3段、手は5段。この基本の色で編んでます。こっちもね、手は5段、足3段。で、尻尾は後でやります。だから顔のとりあえず表面だけね、ここだけを今回もやっていきたいと思います。はい。そしたらね、もう今まで散々やってきたのと、ほとんど最初1段目は一緒です。とりあえず鎖編み5目スタートになります。かけて抜くだけ、かけて抜くだけ、3、4、5。はい。それができたら鎖編み1つで立ち上がって、いつも通り裏を見ます。もういつもがわからない人はね、基本からやってきてくださいよ。1、2個目。裏山の2個目に針を入れて、1本のとこに細編みを V。最初はね、2回入れます。細編みまず1回。わからん人はもうここね、自主的にリングつけてくださいね。はい。で、また同じとこに入れる。じゃあ次から細編み111です。1、次、1、次、1。じゃあ次ね、玉結びの横、一番端っこの目ですね。ここには細編みを3回入れます。まず1回細編み。同じとこに入れて、糸端は右に持っていって、ここで1。また同じ足のとこ、今度はね、頭2本見ながら戻ります。糸端は向こうから手前、針の上に持ってきます。で、ここで細編みをしたら端の目に3回編んだことになります。なら次からまた111と編みます。今編んだとこの次、ここに入れるとね、よいしょ、頭2本のとこに入ってます。糸端は上に置いた状態で、ほ、1、次の目、1、もうね、糸端ある程度編みくるんだので、もういらんかったら後ろにもう一回だけ編んどこうか。ちょっと待ってよ、11、ほなもう一回1。ね、これで今、111って3回編みました。で、この糸端はもう後ろ側に、綿代わりになるのでね、もう後ろ側に置いときます。編みくるまずに。そうだけどね、最後まで編みくるむと、こう、糸端がちょちょっと見えたりするからね、こんな感じにしときます。なら、今編んだとこの次、この最初のところの穴にも細編みを1回入れます。はい。で、最初の頭。ね、わからなかった人はリングしてた最初の頭に引き抜き編みをします。引き抜き、引き抜き。上を押さえて針ごと右にグー。これ毎段やってくださいよ。そしたら、2段目、3段目は往復編みになるので、まず鎖編み1つで立ち上がる。そしたら、生地をね、こうひっくり返します。はい。で、根元の1つ目、ここです。上から見たこの大きい目です。針にかかってる下は立ち上がり、その下は引き抜き編み。その横、ここにしっかりした大きい目ありますね。これが最初の頭なので、ここに針を入れます。はい。じゃあ、ここから編んでいきますね。まずは細編みの V になります。V。同じとこ入れて、I。じゃあ次はね、中長編みの V をします。針に糸をかけてから次のところに入れる。糸をかけて出してくる。スッと伸ばす。かけて3本の中を通り抜ける。中長編みです。もう一回いきます。かけて、同じところ。同じところに入れて、糸かけて出してくる。スッと伸ばす。かけて3本の中を通り抜ける。これでね、中長編みの V ができました。じゃあ次、針に糸かけて、次の目。次の目には中長編みを1回です。普通に1回。じゃあ次のところには中長編みの V です。V ってね、2回入れることを V って呼んでます。かけて、次のところ、ここに、V。中長編みですよ。もう1回、I。はい。これができたら次ね、次は細編みの VVV って3回やります。いいですか？次のところの頭2本しっかり見て取ったら、細編みで V、I。次の目、次の目もしっかり頭2本見てくださいよ。V、同じところ、I。次の目に、V、同じ目に、I。はい。じゃあ次は中長編みを111と編みます。かけて、次の目に中長編みを1。次の目にも中長編みを1。次の目にも中長編みを1。はい。これができたら次ですね。次また頭2本を見ながら、ここに V を編みます。V、同じとこに I。じゃあ次、また次の目にね、次の頭2本のところに V です。V、I。はい。で、よく見た往復編みの時ってね、こうちょっとなんていうの、滑り台みたいにこう短いのと長いのが、横から見た滑り台みたいなね、この長いのが入ってるとこに最後の目が入ってます。これで OK。ね。で、最初のところはこの短い方が入ってるところ。ここに針を入れると、これが最初の目になってます。で、引き抜き、上を押さえてぐー、戻す。はい。じゃあまた往復編み、鎖編み一つで立ち上がってひっくり返します。はい。じゃあ、ここから今から細編みをね、13回します。ですか？で、最初の4回は普通に細編みの頭2本を見ながら編んでいきます。普通です。さっきまでと一緒。1、2、3、4。じゃあ次は、ここですね。1、2、3。ここね、中長編みの頭なんです。さっきの段の。この横に向いてる V みたいなマーク。ここの中に針入れます。上から見たら頭2本ありますね。ここに1。次、また横に V みたいになってるとこの間に入れる。ここ。で、次のところにも、こう。ね。これがね、往復編みの時の中長編みの頭です。ここが編めたら、今で7個編めてると思うので、あと13、全部で13になるまで頑張って編んできてください。はい。じゃあ13回まで編んできました。そしたら次からね、中長編みの頭が5個あると思います。最初2目で減らし目。で、1つ中長編みを編んで、ここで減らし目をします。ですか？中長編みの減らし目。針に糸をかけて、まず次の中長編みの頭のとこね、ここに入れて、糸かけて出してきて、スッと伸ばす。この状態のまま、針に糸をまたかけて、次の目。この今編んだとこの次の目に針を入れます。で、糸をかけて出してきて、スッと伸ばす。今、針に5本かかってます。糸をかけて、この5本の中を通り抜ける。これがね、中長編みの減らし目。じゃあ次は中長編み1つです。糸かけて、次の目に中長編みを1つ。じゃあ次また中長編みの減らし目。次のところに糸かけて出して、次、このままの状態でまた次ね。次のとこに入れて、はい。これで減らし目ができました。じゃあ次ですね。次は、ここか。次の頭。ここから細編みを1、1ですね。普通に細編み。1、次の目に細編みを1。はい。じゃあまたね、さっきの滑り台みたいなところです。ね、ここ最後編んだね、長い方の最後に編んだ短い方が入ってるところの頭。よいしょよいしょ。ここ。ここに引き抜きます。で、グー。戻す。はい。じゃあ今これね、ひっくり返ってるかと思うので、これを戻して、今からはもう往復編みしません。もうここからぐる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 編んでいきます。ですか？じゃあまず鎖編み一つで立ち上がって、まずね、今からは、この1目目ね、ここ、根元の1目目。この頭2本じゃなくて、手前半目を取ります。ですか？で、1V の段になります。まずは、1。次の目の手前の半目だけ。手前の半目だけ。2、V。同じところ。い。じゃあもう一回 1V をいきます。手前半目だけに、1。頭2本じゃなくて、手前の半目だけに、ブ、同じとこに、い。はい。じゃあ、ここから1、1、1。普通に手前半目に細編みをします。1、1、1。これで手前半目にね、全部編んだから、次は 1V を3回繰り返します。手前半目ばっかりに、1、ブ、い、1、ぶ、い、1、ぶ、い。はい。そしたらまた1、1、1になります。手前半目に細編みを1、1、次の目に1。はい。じゃあ次、1V になります。手前半目に1、最後も手前半目にブ、同じとこ入れて、い。そしたら最初の頭ね、よく見たら、よいしょ、引き抜き編みと立ち上がりと、最初の足がある右上。これが最初の頭。わからん人はね、毎段ちゃんとリングしてくださいよ。引き抜き、上を押さえて、グー。はい。これでね、ちょうどマズルのところができました。お口周りのところができました。で、こう向きになるんです。立ち上がりがこっちにいつもみたいに来て、ここが鼻の頭。こっちだけね、だからぽっこりしてます。で、この下はちょっと平均まっすぐになってますね。はい。そしたら次ですね。次は、鎖編み一つでまた立ち上がって、して、ここは 1V1 の段です。この辺もね、基本やってきてる人はわかると思います。まず1つ目に針を入れて、1。次の目に入れて、ぶ。同じとこに入れて、い。で、次の目に1。じゃあまた次も 1V1 です。1、ぶ、い、1。じゃあ次、1、1、1ですね。1、1、1。じゃあ次、ここからまた 1V1 を3回です。わかりますね。ずーっとこう今顔ができてきてますよ。そしたらここから頑張って 1V1 をね、この辺までになると思います。ずーっと3回繰り返してきてください。はい。じゃあまたね、ずーっとここまで 1V1 を3回編んできました。次ね、また、もうわかりやすいね。1、次、1、1。次は 1V1 になります。1、ぶ、い。で、1。はい。これで最初の頭に引き抜きます。で、グー。はい。そしたら、次ですね。次は、今からね、鎖編み一つして、普通やったらここで、30回細編みの段なんですけど、ね、まず22回細編みをします。最初の目から、細編みを1目に1つずつね、22回まで、ちょっと早送りするので、頑張って編んできてください。はい。じゃあね、これで22回細編みを編んできました。じゃあ次からね、5個。中長編みを1つずつします。いいですか？ここから中長編みを1、次も中長編み1、中長編み、次も中長編み、次も中長編み。はい。これで中長編みが5回できました。そしたら次、残り3個あるところは細編みを1、1、1と入れてください。ちょっといつもとちゃうことしようから何しょんねんと思うでしょ？ちょっと説明するわ。最初の頭に引き抜きグー。ね、今ここ最初花ここね、こっち側だけ増やしたり減らしたり中長編みの減らし目したりとかしたところね、ここはちょこちゃん大丈夫か、このテディみたいにこうこっち側が膨らんでこっち側は普通にちょっとまっすぐめにぽっこり出てる感じやね。で今ここなんで中長編みしたんって言ったらね、トイプーちゃんって頭の上ねこんもりしてるのよ。ね、猫ちゃんみたいに、ベタっとした額じゃないから、ここをちょっと中長編みで、次の段も、その次の段も増やしていきたいと思います。ですか？はい。そしたら次。次はまた鎖編み一つで立ち上がって、今から耳をつけていきます。ですか？耳をつけていくのは、まず19回細編みをします。ですか？根元から、1、2言うてね。19回細編みのとこまで早送りします。はい。じゃあ、19回細編みをしてきました。そしたら次はですね、耳を作っていきます。とりあえずね、もこもことしたふんわりボリュームのあるね、もこもことしたこういう耳を作っていきたいと思います。はい。じゃあ、まず、次の目のところに、手前半目だけに針を入れます。で、ここに引き抜き。この時はね、ぐっと絞らなくても大丈夫です。この状態で鎖編みを8回します。1、2、3、4、5、6、7、8。いいですか？そしたら、裏山を見てもらって、わかりますか？裏山ずーっと見えてる。一番根元の裏山見えますか？この手前から見たら、こう、お山みたいにこう線になってますね。この裏を見たらほら、横にポコッとありますね。これが根元の裏山です。その次の裏山、ここに編みます。ですか？まず、針にね、1回、2回、3回って糸を巻きつけてください。三つ巻き長編みをします。3回巻きつけた状態で根元から1つ目、2つ目の裏山に針を入れます。ややこしいことするでしょ？ですか？いけますか？こう鎖が見えてる真裏の目の1つ目2つ目のところです。ここに糸かけて出してきてスッとちょっとだけ伸ばす。で糸をかけたら左から2本の中だけを通る。糸をかけたら左から2本の中だけを通る。糸かけたら左から2本の中だけを通る。糸かけて残りの2本の中を通る。これがね、三つ巻き長編みです。また同じ穴に同じことします。いいですか。1回2回3回ねじくりました。これね、外れにくいように指とかで押さえといて、この子が入ってる根元、同じこの裏山ちゃんとこに入れて、糸をかけて出してくる。ちょっと伸ばす。なら糸かけて左から2本の中を抜く、抜く、抜く、抜く。ね。こう4回、抜く抜く抜くを4回やると、これ、三つ巻き長編みちゃんができてます。これがちょうどね、ええようにポコポコポコっとしてるんですよ、模様がね。はい。じゃあ次。次はこの1目目の裏山。今のやつの次のこの1つ目の裏山ありますね。お山の裏におるって言った子。そこに同じように三つ巻き長編みを2回します。1、2、3。3回ねじったら、この裏側にある、鎖の真裏にあるこの裏山ちゃん。ここの1本。1本しかないから、ここに入れて、で、ここにかけて出してきて、かけて抜く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 。もう一回。1、2、3。で、根元、同じところ。この子が入ってる同じとこの裏山に入れて、かけて出してきて、1、2、3、4回。かけて抜くを繰り返します。はい。これができたら、今度は鎖編みを5回します。1、2、3、4、5。じゃあ5回鎖編みをしたら、まずね、ここの根元のここじゃなくて、もう1個根元。最初のぐるーっと編んできてるとこの方の根元。ここね、穴開いてるかわかると思います。引き抜いてきたところね。引き抜いた同じ目の手前のその1本だけね。ここに入れて引き抜きます。わかりますか？ここずーっと細編み19回来て、次の目で引き抜きました。で、この子たちを作って、最初19回終わって引き抜いた同じ目に引き抜きました。ね。これで耳ができました。はい。じゃあ次。次から、ここ。次の目ね。今のやつの次の目。頭2本のところに入れて、細編みを1。次も1。じゃあ次。次から、中長編みが5回いきます。頭のてっぺんのとこですね。ですか？ちょっとね、ややこしいでしょ？覚えると簡単かな？うん。10個編んだらもう編めると思います。1、次、2、3、4、5。はい。これで中長編み5回できたら、次から細編み、細編みになります。ここに入れて、細編み、次も、細編み。はい。じゃあ次、最後ここ1目だけ残ってますね。ここに同じように耳を作っていきます。まず、この子の手前の半目だけに針を入れて、引き抜き編みをします。はい。そしたら鎖編み8回です。1、2、3、4、5、6、7、8。はい。そしたら針に1、2、3とねじくります。根元から1、2個目の裏山。ここの裏山に針を入れて、糸かけて出してきて、スッと伸ばす。かけて2本を1、2、3、4回やります。もう1回。1、2、3。そしたらこの子が入ってる同じ裏山のところに、また同じように、1、2、3、4。はい。そしたら、ねじねじねじ3回やったら次。この子じゃない、この下におるこの裏山の1本です。ちょうどこの鎖目の真裏におる子ね。じゃあここに1234もう一回123ねじって、根元同じところに入れて、かけて抜く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 。はい。それができたら鎖編みを5回です。12345。はい。これができたらね、この子が入ってるここです。この子たちが入ってるとこじゃないよ。この長が入ってるとこじゃなくって、この根元こっち側ね、ここに入れて、よしよしよし、ごめんさせ、引き抜き、引き抜き。はい。ちょっと糸割れた。はい。そしたら、ここ。引き抜き編み立ち上がりの次ね、ここ。ここに引き抜き、引き抜き。でね、今ここ耳の後、あれをしなかったんやけど、リング。耳を編んだ後の一つ目。わからなくなる人は今でもいいからリングしといてください。今見やすい。この穴ぼっこ。ここね。ここの穴ぼっこは耳を作った穴ぼっこです。その横の、ここに足がある右上。ここの頭ですね。ここ。耳の大きい穴の次のとこのここの頭。わからなくなる人はここにリングをしといてください。ですか？はい。はい、じゃあ、とりあえず、ここ最初の頭に引き抜いたとこでしたね。引き締めて、鎖編み一つ。こっち側もわからない人は、今から根元、一つ目から19回また細編みをします。まず一つ目の頭に編んだ時に、戻ってきて耳の次がわからんくなるような人やったら、ここにリングしといてください。ね。耳が終わった次の目にはリングしてる方がわかりやすいですね。はい。じゃあ次、これ編んで2、次3言って、また19回まで頑張って編んできてください。はい。じゃあ19回細編み編んできました。ね、この次、ここは引き抜いてるところで耳があります。ここまでね。そしたら、この耳を手前にパタッと倒します。で、今までやったらこの裏側にある、ほら、ここね、穴ぼっこの下、ここに不自然にある。今まで2本あったけど、今回1つのところで耳を作ったので1本だけです。ほんまやったらこの子にも中長編みをするんやけど、一本引っ掛けてほしい子がいます。この耳の一番右のこの鎖ちゃんです。この子を引っ掛けてほしいから、この子だけちょっと上にね、ぴょこっと持ち上げて輪っか作っときます。ですか？これができたら針に糸かけて、この輪っかの中を通してほしいんです。この鎖ちゃんの輪っかの中。ここをこう作っといて、この中を針に糸かけた状態で、この中を通ってほしいんです。この子を捕まえた状態で、裏側のこの穴ぼっこの下の不自然な一本。ここに針を入れて、糸をかけて出してきます。出してくるのもね、この鎖編みの中から出してくるここまでだけ。じゃあ針に3本かかってます。で、ちょっとね、耳をこう、引っ張ってやったらいいんやけど、まあ、どっちでもいいです。はい。そしたら、かけて3本の中を通り抜ける。普通の中長編みじゃなくて、この一番右のこの子を挟んだ中長編みをしました。ね。これができたら次、このリングのところ。リングのところが1目目やから、わからん人はね、よく見てやってくださいよ。このリングのところに針を入れます。グ、手前からグ。ここがちょっと伸びてたらね、こう糸引っ張って縮めてあげる。はい。じゃあここからまた鎖編みを2つです。1、次、1。はい。じゃあここから5回中長編みをします。でもこの次の段からはもう普通にね、縮めていくだけになります。もうここで中長編みもしません。3、4、5。はい。中長編みが5回できたら次と次は細編みを編みます。1、次、細編み。はい。じゃあ次ちょっとね、裏だけ先確認しておきましょう。耳を前にパタッと倒して裏を見てください。ね。この穴の下、ここ1本だけ変なやついますね。ここ。これが耳の後ろにおる1本の子です。この子に中長編みを編むんだけど、ちょっと動画めっちゃ飛んでごめんなさいよ。尻尾は一番最後に説明してます。で、ここの、今ね、この耳のここやんね。ここのところで引き抜くとこを間違えとって、ほいで、後から、あらと思ったのよ。なので、ちょっと今、ここだけね、ちょっと暗くなってんのよ。もう晩7時回ってんねん。はよ、9時に更新したいから頑張ります。はい。で、ここで、針に糸かけたら、ここの長々編みの、この長々、三つ巻き長編みね、これが入ってる穴。ここを取ります。でね、さっき動画で間違えて勢いよ、ここ取って、やっとって。だからこの子ちょっとね、いつもの子と違うようになってもてんねんね。ちょっとここほら、空洞空いたみたいになってて、今までの子はこうちゃんとなってるのよ。ね。これをするために、左右対称じゃないのに何をボケたか左右対称にしたんです。ここの隙間じゃなくって、この三つ巻き長編み。一番最初のこの上側の方ね。下の穴じゃなくて上の穴。ここに入れた状態で、また裏側を見てもらって、裏側のこの1本を取ってもらう。ね。で、糸かけて出してくるときは、よいしょ、ここに出てくる。で、3本になったらかけて抜く。こうなります。なんかおかしいな。なんか変なの引っ張ってるな。よしよし。はい、ごめんなさい。もうわっちゃわちゃや。間に合うかな。編集ちょっとまだ全然途中なのよ。こうすることによって耳がつっかえないから、上手な耳になります。ね。最初の動画みんな知らんもんね。今から消して出してしまうから。ね。最初は間違えてこっちにやっとったけど、この隙間取らんとこの根元を引っ張ってください。それで最初の穴、ね、リングのところに、よいしょ、引き抜いて、はい。ちょっとね、これで耳をまた整えるんですけど、ここからまた普通の動画に戻ります。明るい動画に。ごめんなさい。ここだけちょっと後付けで。これでちゃんと可愛くなってるからね。この後の動画の子じゃなくって、これがちゃんとした耳になってます。はい。じゃあ上手にね、この後も頑張って編んでいってください。そしたら、もう次からは裏の、あれをしていき方一緒なんです。縮めていき方。わかりますね。1弦1、1弦1。で、3回細編みをしたら、1弦1を3回する。で、細編みを3回。で、1弦1を1回。はい。そうしたら、一旦鎖編み1つで立ち上がって、1弦1を1回だけやっときます。根元の1つ目に細編みを1回。これで1ですね。次の弦どうするかって言ったら、次のとこに針入れて、糸かけて出してくる。この状態でその次の目にも針を入れて、糸かけて出してくる。針にかかってる3本。糸をかけてこの中を通り抜けます。これが弦で、次のとこに1、これが1弦1です。ならここからね、アニマはマッハでこの段とこの次の段の減らし目ぐらいまでね、ちょっとざーっといこうかなと思います。もう普通にね、1の弦、もうここも何回も何回もやってきてるから分かると思うんですね。で、この段とまあこの次の段をやって、その最後のもう一つ、弦弦でやるところね。それが終わったら、ほら、ピンチがない人はね、体編んでくれてもいいんですよ。はい。なら今3回細編みしたところやから、1弦1をまた3回繰り返すって感じですね。もうね、手がよう滑るのよ。今、ほら、あれをやってるじゃない。ミシン糸でシャーロットユニバースを編んでるから、ね、手の感覚がすごくおかしい。こんな、なんやろ。細いごぼうで編み寄ったのに急に大根で編み寄りますみたいなね、のイメージがそう全然あっちもこっちも手つかずになってるけど、よいしょ、123回細編みをしたら1弦1上でね、あれ中長編みを5回したから5とかそんなん覚えとったらあかんよ。もうこれはずっと3やからね。わかるかな。わかる人はわかるね、多分引き抜き引き抜きグー。なら次は1弦ですね。1弦1弦。な次3回やってまた1弦も3回ってね。なかなかもうこれもね、覚えてもたら手の問題で全然いけると思うんですけど、あとは顔作りやね。顔作りが一番かなんのよ。これトイプーちゃんって鼻がね、上向いてはないのよね。シュッとしたところの先っちょにあんのよ。みんなが犬ってそうか。ね。我が家もね、トイプーちゃんおったんやけどね、もう数年前にちょっとお亡くなりになってしもうてね、かわいい真っ黒のね、ほいでもツルツル天にいつもすったから、全然こんなテディベアカットはした時がないのよ。似合わへんかったのよ、鼻が長うてね。大丈夫か、天国から怒ってへんか。テディベアカット似合わへん言うて。ね。そやから、テディベアカットの子を作るのがちょっと楽しいです。はい。だいぶ悩んだけどね。よいしょ。ちょっと不吉やねんっていう人はもう一段手前からね、口が広い間に顔をつけた方がつけやすいかもやけど、まあどっちでもいいです。もし、この耳じゃない人はね、普通に細編みでぐるーっと回ってきて、のっぺらぼんのすけを作っといて、好きな位置に耳をつけるっていう感じでいいからね。この上にファーファーをつけても可愛いし、これをね、ちょっと、なんかでほぐしてやったら、ちょっと毛羽立って可愛くなるかもやけどね。よいしょ。この耳とかもね。よいしょ。どうなっとる？まあ、こうなっとったらいいんです。はい。今度はちょっとね、顔のパーツをつけていきたいと思います。はい。じゃあ、花なんやけどね、裏のワッシャーを今回は使いません。ワッシャーを使うと、ちょっとね、ここらが潰れて、こう、ブチューっとなってしまうから、ね。ワッシャーは使わずにボンドでつけていこうと思います。もしワッシャーがどうしてもつけたい人、ワッシャーめっちゃつけたいねっていう人はね、ワッシャーつけてもうたらいいんですよ。はい。ほんなら、ね、ここの中長みの線わかりますか ?1、2、3、4、5。他にもあるけど、線がね、ちょっとわかるかな？ここがセンターなんです。ちょっと見やすいかな。中長編みのこの子がある下の穴ね。1、2、3、4、5。これもこれ中長編みの線なんです。中長編みの線。2本あるからわかると思います。細編みは1本だけやからね。それから1、2、3個目。ここの穴。これがセンターになります。それから花はこのラインの下。ここに刺そうと思います。どうしたチョコちゃん。大丈夫か？ここ。これだけでね、印象が全然違うのよ。ほら、もうトイプっぽいでしょ？え、自分だけ思てんの。ね。これが例えば、線より上に刺すだけで全然違います。線より上に刺すと、ちょっと、パグみたいな感じになっちゃうんです。そやから、線より下。それか、もうちょっと鼻低いねんっていう子やったら、もう一段下。このセンターラインのもう一個上でもいいけど、どっちでもいいです。こんな感じのトイプーちゃんもおるね。ね。この辺はまあ好きにやけど、アニモ的にはまあこのラインの下かな。中長編みのこのラインの下。ここにしようと思います。で、プーっとここにライン見えますか？その中長編みのところに刺したらここにライン。センターがここです。センターの一段上。ここにね、糸をね、つままんでも糸をピーッと渡らせるだけで口になるんです。もう口っぽく見えるもんね。もう口にしか見えへんもんね。そうなったら。ね。んで、次は目です。目はね、どうしようかな。フォロワーさんとこのトイプーちゃんがね、むっちゃ目の大きい。え、こんなに目大きい子おるっていうぐらい大きい目の子がおるんですよ。その子はね、ちょっと童顔で、ちょっと顔にちょっと寄ってる感じ。あれ、パピーちゃんかな？そんなことないんかな。結構ね、しっかりとした顔の子がおるんですよ。じゅ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 。そうか、こんな大きい目でもええのよ。ね。こういう目でもいいのよ。かわいいのよ。ぬいぐるみっぽい。どうしよう。大きい目にしようか、この子。それか、あ、じゃあ場所だけこの刺す方の5ミリのやつで説明します。ね。そうしよう。まず、鼻の上のここがセンターね。大体センターわかりますね。センター。から、1個離れた横。反対側も1個離れた横。センターから、センターの隣ね。にすると、結構赤ちゃんっぽい。ね。ほいで、もう一つ離す。もう一つ離す。にするとしっかり大人で1個上に上げたりとかね、こうするとリアルトイプーちゃんみたいな顔になるよね。ね。ほいで一番ねアニモ的に好きな顔はセンターのところからこの子は1個右センターの1個右でこの子はちょっと左右対称じゃないけどセンターの1個2個右ここ。この顔のバランスが可愛いかなと思うんですよね。ドゥ。大丈夫か、チョコちゃん。ね。それか、この大きいので、その1にしようか。いや、可愛いと思うね。ほな、今回はちょっとね、大きいのを使います。鼻は、後で、ボンドの付け方言います。それから、目はね、縫い方を言います。ほなで両方説明できるもんね。ね、でも、鼻の大群。何ミリの何を言うて、鼻と目の大群をね、入れておるんです。はい。で、よいしょ。ほな、ちょっとね、黒糸用意していきます。はい。そしたらね、目をもし、寄せたいけど、刺し目しかないねんっていう人のために、つまむところだけちょっと言うとこかな。まず、口からしていくね。片っぽ玉結び。よいしょ。どんなとこに玉結びでもええよ。そしたら、この口をもしライン入れる人ね、ライン入れる人やったら入れたいラインのところ。このね、おっきくにちゃっと笑っとんの好きやから、こっからここまでいったろか、思ってね。で裏側はこの針にね、この玉結びの横ぐらいでこう糸を割って入れといてあげる。ほんならこの玉結びが抜けてこないから。ほら、もうこれだけでめっちゃ可愛いねんね。花の盾ももう花の真下やからもういらんかなと思います。はい。で、このまま一筆でいこうと思うと多分突っ張っちゃうから、この子はこの子でもうね、玉結びしちゃいます。あとはこういう茶色い糸を、必ず、ほら、一緒に縫い付けてしまわんようにしっかりね、気をつけてくださいよ。なら、口は、口でも留めちゃいます。どこでもいいからね、ちょっと糸をつまんで、玉結び。玉結びちゃうんか。何やった？玉留めか。ん？手芸用語わからんなって思った。玉留めか？うん。おいで。ここはね。これがライブやったらね、みんなが、いや、あれやで、これやでって教えてくれるのに、これ一人でやると寂しいな。またライブもしたいなと思いながらね、忙しいってできてません。よし。ほんなら次、目。目のところが、本当やったら目だけで寄せることもできます。この縫い付けの目やったら、ね、縫い付けの目を糸と糸でこっちとこっちにして、裏の糸をギュッと絞ったらこれが寄るやんね、ギュッと。やけど、もし目を使わない人やったら、刺し目の人ね。やったらまずセンターがここ。この横のここに目をつけるでっていう人ね。やったら、ここから出てきて、この横。センターのところにでもええからこう入って、次の次。この面も引っ張りたいわけやね。ここも。あるかな。ここと、ここを引っ張りたいのよ。ここがセンター。ね。センターの右。ここに本当は刺したい。で、センターの次の次。本当はここに目を刺したい。この子とこの子を、あ、玉結びせんでよかったな。これでも可愛いやんか。笑ってる子。ね。こことここを、この糸と糸をね、ちょっと玉結びせんでよかった。まあええわ。ぐーっと引っ張ってあげる。両方、裏側の糸を。そしたら、寄ってるんです。わかります？こう、鼻がちょっと細長くなる。テディっぽくなる。これをしてもいいし、しなくてもいいけど、したら童顔になります。ね、この子をずっと突っ張っといて、裏でもうあとね、残ってる糸を切っちゃったらええからね。で、センターの横、ここと、これでね、今突っ張ってなかったらこんな状態。ちょっと今黒線見えてるけどね。突っ張ってなかったらこんなんで、ぐーっとね、これとこれを突っ張ってあげると、ちょっとこれはちょっと無理やり強くしてるけど、こんな感じ。ちょっと目も寄って童顔になって可愛いっていう感じ。これはもうお好みでございます。しなかったらこういう普通の子。しなくても鼻一応出してるからね、もうめんどくさかったらしなくても OK です。ね。はい。なら、何もはこれはしませんのよ。ちょっとほどきますね。はい。そしたら、普通の縫い付けタイプの場合のお目目の時ね、は、刺したいところ、ここ。目をつけたいところに入れて、目を持ってきます。で、この子ね、玉結び線でよかったん。してもたけどね。おいで。同じとこに戻します。目が大きかったらね、抜けてこないから。抜けてきそうやったら、ちょっと隣の目とかから出してあげて。ここ。で、次はセンターの横の横、ここかな。で、ベージュの糸を挟んでないかよく見てね。ここにもまた目をつけます。はい。はい、こんな感じ。よいしょ。この状態でも可愛いんやけど、これを糸と糸をぐーっと後で後ろでぐーっとくくってあげると、わかる？ちょっと寄ったの分かりますかね。こうなると立体的になってまた可愛いのよ。ね、この大きい目やったら大きい目もう一個右でもええかな。下町近すぎんでもなんかフォロワーさんのね子がこんな可愛らしい顔してんねんな。これでいこうか。ちょっとあれすぎる。ほなもう一個ちょっとだけ右にしようかな。ちょっとほなそれだけやり直してきます。いやほんまにね、目の位置とかあれだけで全然違うのよ、ほんまに雰囲気がね。だから好きな何回やり直してもほらもうこれ仕上げてしまう前やったら何回でもできるからさ、これで遊んでね、顔を作ってあげて、うちの子そっくりちゃんとかをね作ってあげてほしいのよ。よいしょ。でここがセンターの12、さっきよりね右目をね一つ外にしました。これで、左右対称には一応なってるんですけど、よいしょ、うん、ああこれぐらいでも可愛いね。でも目をグリグリすぎへん？大丈夫？いやでもまあね、こういう人形さんやから別に大きすぎても可愛いやん。ここでこの糸と糸をぐーっと引っ張ってあげるのよ。ね、ほなちょっと寄ったん分かりますか？ほらちょっと寄ってるでしょ、これとこれが。このぐらいのバランスが可愛いと思うので、よいしょ、このぐらいのバランスで、よいしょ、後ろで糸くくっちゃいます。こんな感じでね、好きでちょうどええわいうところがあったらもうすかさず糸くくってしまうんよ、動かへんようにね。よいしょ、これね、ぐーぐー玉結びして元に戻して、いや、突っ張りすぎとったいうことあるからね。気ぃつけなあかんとこね。お。いや、いけてるな。いけてるか？大丈夫か？ちょっと引っ張りすぎてるか？大丈夫？ちょっと離させてみよう。いけてるわ。ほら、こうすると形が可愛くなる、なおのこと。わかります？ね。いや、まあ、この辺こだわりやから、もう好きにやってもらったらいいんです。ほんなら、ちょっと綿詰めて、これお目目はもうついたからね、もう適当なとこで糸切っちゃって、残りはもうね、綿代わりに中入れちゃいます。はい。そしたら、どうしよう。綿を入れて、ほいで、ほっぺた作りたい人、今ですよ。この子ちょっとこのままいこうかな。ほっぺた作りたい人は赤でもピンクでもね、ハートでも点でもちょんでもね、やっといてください。ほんなら、綿を詰めていきたいと思います。綿もね、割と思うよりしっかりめに入れた方がいいです。前にね、この子飲んで、顔が重すぎて立たへんっていう人とかがおったんやけど、どうしたらそうなったんかな思って。綿がちょっと少なくって、こうなってるってことかな。ちょっと、状況がわからへんねんけどね、2人ぐらい立ちませんっていう人がおったったんよ。そこ顔パツパツに綿が入ってるから、顔だけでももう立つでみたいな感じなんよね。ほんでこの角度もあるじゃない。こうしたら立たへんか？いやでも絶対どうしても立つんやけど、どうやって立たなかったのでしょうね。こんなことないな。ちょっとわからへんねんけどごめんなさいね。なんかでも綿も、思うよりしっかり。あ、もう一段編んでから綿入れようかな。ちょっともう一段編んでから綿入れるので、今からね、弦弦で3回細編みして弦弦弦で3回細編みして弦、そこまでね、ちょっとダーッと編んできます。最後の弦弦弦しながら動画撮と思ったら撮れてなかった。でもまあ、わかりますね。弦弦で細編み3回して弦弦弦、細編み3回して弦のところ。で、最初のところに引き抜いてます。で、後でね、全身バージョンにするか、ピンチバージョンにするかまだ悩んでるから、とりあえずね、糸は残した状態で、綿だけぐーぐー詰めました。思うよりね、ちょっと多めに詰めてあげたらなと思います。で、この状態でも、ちょっと、なんだこれ。ね、この状態でも、こうね、こうやると、ほら、こうやると立つぐらいなんです。だから、全身バージョンを作るときでも、なんていうの？こうしてもたら寝てしまうから、この状態で綿がしっかりこう、綿がしっかり入ってると、どの向きでも、今これやったらコタッとするけど、綿がしっかり入ってると、こうするとこの状態でほら、止まってくれるのよ。だから綿の量もちょっと加減しつつね、入れてもらえたらなと思います。はい。そしたら、今からここ鼻を入れていきますね。目打ちがある人やったら目打ちで、目打ちなかったらもうこういうね、針で指だけ掴んようにして、で、鼻ここやなっていうところに入れて、ぐり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 、ぐり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 。まあ、目打ちの方がね、持ち手がついてるから安心よ。で、しっかりグッと穴開けてくれるからね。でまあ、ない人はこういう針で、一旦穴開けてもうて、刺し目の時も一緒ね。それで、これが刺さるかな思って刺してもらう。ジャスフィー。ね。オッケー。そしたら、ここに、今度今刺さって穴がある状態ですね。なら、ここにボンディを入れていきます。ちょっとね、奥の方からしっかりめにグー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 入れてきて、ずーっと穴に埋まった。ちょっとこんもり目まで入れてあげます。ほいで、刺すと。これちょっと待ってからね、1、2分してから抜いて、ちょっと固まりかけた時に抜いて、もう一回ボンド足してあげたらもっとしっかりはするんやけど、今回はスピーディーに済ませたいので、こういう隙間にちょっとずつ、まあ、透明になるからね、乾いたら。あんまり出過ぎとったらペッカペカの鼻水出とうみたいになってまうよ。だから加減しつつね、ちょっとこう、ちょっとボンディまた買わなあかんな。この間なんかクラフト小町っていう小さいチューブのボンド出とったんやけど、あれはどんなんでしょうね。これの方がでも絶対お得よね、量的にね。よいしょ。この根元にもしっかりつけてあげて、これで埋めてやる。これ忘れた頃にプーッと浮いてきたりするからね、ちょっと固まり出すまでしっかり様子見てあげてね、ちょっと浮いてきたら押してプーッとしとかんと、あら、目出っ張ったまま固まってしもうということ時折あるからね。あら、なんやろね、気圧のあれかね。なんで、こんな感じです。できました。ね。これほっぺた線でも目が大きいって可愛いわ、この子。ね。そやけど、ちょっとトイプーにしたら、目大きすぎるか？でも、こんな子もおるもんね。だからもう、この辺はね、好きなようにお顔のバランス見て作ってあげてください。はい。えらいこっちゃ。尻尾をね、言うのを忘れとったと思って、尻尾ね、もう何にも説明いらんとは思うんですけど、とりあえず、まあ、ちょっとくくれる分残して、そこから鎖編みを3つします。1、2、3。で、立ち上がりの鎖を1つ。で、裏返す。根元から1個目、2個目。2個目のところから3目分、引き抜き編みをしたら終わりです。引き抜いて1、次の裏山に引き抜いて、で、次の裏山。これが最後の裏山ですね。ここで引き抜きます。で、このままつければまっすぐの尻尾になります。でね、ちょっとはちまちま振るときにちょっと曲がってると思うから、ここはわざとね、鎖編みを1つします。で、絞って、ここで、くくれる分だけ置いてね、切ります。ほい。でね、こう、なんていうの？向き、どっちでもいいです。こう、尻尾が下がってる方か上がってる方かはお好みで、つけてもらったらいいです。こういうね、後ろの方、このズボンから1、2、3段下がった、3段目のところか、の上下にこう挟んでくくってます。まあ、どこでもいいです。ほんまにお好みでね。で、センターぐらいを見つけて、こう、くくってあげたら大丈夫です。こうやったら上に向いてる尻尾やし、逆にこうすると、こう、下に下がってる尻尾。女の子のスカート履かしたりするんやったらね、こういう下に下がってる尻尾の方がいいかと思ってこうしてます。この辺はお好みでやってください。はい。今日も長い間ご視聴ありがとうございました。バイバイ。